でバトルオブザイヤー優勝、そしたら激、さらに最近ではグッドメンとかで打ちかましちゃってる、いろんなシーンでも活躍しているこの男、参りましょう、ビーボイ大輝。今結構まあエンターテインメントの世界でもね、まあ有名になってるんですけど、もともとはめちゃくちゃバトラーでもうね、もう大活躍してて、いろんなところに行ってたよね。ね、もうほんと世界中飛び回って、今や日本ね、はい、あのメディアシーンでも活躍中って感じで、なんと1年ぶりにこのシーンに戻ってきてジャッジをしてるということで、そうですね、大きな拍手をアングラに戻ってきてくれてありがとう。メディアでも活躍しちゃってください。ありがとうございます。ありがとうございます。